ボルムス協約は1122年にドイツのボルムスにおいて神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世とローマ教皇カリストス2世の間で結ばれた聖教条約である。両者の取り持ちにはレオポルト3世が当たったという。神聖ローマ帝国内で世俗権力と教会が争った聖職者の助人権の問題を解決し、助人権は教会にあり、 皇帝は世俗の権威のみを与えると取り決めた。根本問題を何一つ解決していない不透明な妥協の産物とも評される。ボルムス教約原本古代末期以来、資料において建てられた制度や修道院が増えていく中で、その種の制度の聖職者あるいは修道院長を選ぶ権利は土地の領主が持っていた。また、世俗権威が強大化していくと、 その地域の司教の選出に対しても影響力を及ぼすようになっていった。これは、教会財産の管理権を握ることと直結していたので、世俗権力にとっても重要であった。中世に入って、教皇権が慎重する中でこの叙任権をめぐる争いが起こるようになっていった。特に新生ローマ帝国内において、誰が司教や修道院長を任命するのかという問題を、 めぐって、皇帝と教皇の間での綱引きが続いていた。この皇帝と教皇の争いは、ハインリヒ四世とグレゴリウス七世の間において、頂点に達した。ハインリヒ四世によってグレゴリウス七世がローマを逃れ、隠しに追い込まれるという事態に至ったのである。こういった、女任権をめぐる争いにピリオドを打つべく、以後教皇と皇帝の間で、 話し合いが重ねられていった。その結果1122年にドイツのボルムスで会議が行われ、教皇特使と皇帝が臨席して合意に達し、協約を結んだ。これがボルムス協約である。その中で皇帝は司教と修道院長に対する指輪と杖による聖職権の授与の権利を放棄すること帝国内の教会は自由に助任を行う権利を得ること皇帝は、 帝国内で司教と修道院長の助任に立ち会い、選出が難航した場合のみ指名する権利を得る。こと皇帝は秘釈による、俗権授与の権利のみ持つことといった事項が確認され、教会側に助任権が与えられることで決着した。また、この協約の承認を求めるため、第一ラテラン公会議が招集されることになり、中世に入って行われていなかった。 公会議が復活することになった。ありがとうございます。